こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、ニット帽アレンジです。ニット帽をバランスよく見せる方法をやっていきたいと思います。はい、今普通に被ってるんですけど、結構こうピシッと結んであったりとかすると輪郭が結構出やすいかなと思うので、これをちょっとワンポイント出すだけで輪郭カバーができる方法になってますので、ぜひ気になる方は参考にしてもらえたらなと思います。おお、はい、いい感じです。はい、どうぞはい、それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに全体に伸ばして、毛先からしっかりと表面まで伸ばしていきます。顔周りのここの隙間が埋まるくらい後れ毛を出します。残りの髪の毛を後ろでまとめて、なるべく下あたりで結んでいきます。毛先をお団子にします。毛先を引き手の方に向けておきます。ねじりながら反対側に巻きつけていきます。上から毛先をまとめるように結んでいきます。お団子を持ちながら襟足の部分と耳後ろと耳上の3箇所をほぐしていきます。ニット帽を使います。ニット帽をお団子に乗せるような感じで、前の方は浅くかぶせます。バレッタを使います。ゴムのところに引っ掛けるように留めていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。ポイントは襟足と耳後ろの3箇所をほぐすことです。ここをほぐすことでバランスがよく見えて小顔効果にもなりますので、しかもどんな帽子でも使えるアレンジになってますので、ぜひ試してみてください。あら、みさきさんお疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか今日のあれは。今日は、寒いんで今日めっちゃ今日は土曜日ですね、はい、土曜日で今日雪降るかもしれないって雪降るかもって言ってたんですけど、降らなかったんですけどね、でもまあ帽子すごい最近やってなかったんで、帽子系ちょっとやってみたいなと思って。ありですよね、はい。まあ、毛量多いんでちょっとお団子難しい時もあるんですけど、はい、たまにしくりますけど、ね、結構しくって見せてないだけでね結構しくるんですけど、でも今度まあ NG もいったろうみたいな感じありますよね、はい、でも意外とでも簡単で、すごい今日はもうスムーズに終わりました。今日結構簡単でしたよね。本当になんか襟足だけなんか出して、でそうするとやっぱほんま今でも分かるけど、輪郭だいぶ隠れてる感じするかなと。シュッとする。まああとは前回やったカッサですよね。カッサもやるんで。カッサやってもこれやったらもう帽子ももう怖くないと。もう全然怖くないです。ですよね。全然オールバックも OK です。オールバックはさすがに。でも変な話、オールバックでもそこの位置だけ出せば、はい、まあそんな問題ないかな。前髪なくても今日もあるんですけど、うん、今日は。まあ今日はってずっとあると思いますよね。前髪ない人でも、ここ出しとけば、もうあとはもう顔周りだけで、まあそうですよね、全然顔出し OK なんで、顔出し OK、まあ顔出し、もともと OK ですね、はいはいはい、なるほどなるほどね。
でもいい感じだと思います、はい、もうバッチリです、ね、オッケーです。またじゃあ次リクエストとか受け付けます？それか受け付けますね。受け付けます。もうまだ美咲さんのインスタで受け付けましょう。とりあえず受けます。はい、なんかぜひ、ね、これやってほしいとかね。で美咲さん髪の毛多いんで、でやっぱ髪の毛の巻き方結構言ってたりとかするの で、 そ、 で、ね、それもやっぱ巻き方ってぶっちゃけた話でずっと見てるのも大変じゃないですか、うん、だからなんか本当にこう裏技的な、うん、うんちく的なやつを、まあ、美咲さん今度教えてくれるみたいなんで、はい、その辺もちょっと楽しみにしておいてもらって、考えてます。 あとはリクエスト的なものは美咲さんのインスタのコメントだったり DM でいただければ、はいはい、ちょっと次何しようかなっていつも考えてるんで、ね、OK です、はい、ぜひどしどしご応募くださいみたいな感じで。あ、でもなんか今度でもあれもやりたいな、パックもやりたいな。そうなんですよ、顔めちゃくちゃいいパック見つけて、韓国系の、韓国で、韓国行った、韓国行ってない、行ってない、私は行ってないです。ああ、あのイケちゃん、ピースケが、ピースケ行ってね、いつも行って入手してくれるんで、うん、私もう感動しちゃって、それそれでもう今度はちょっと渡辺さん引きずり出して、ちょっとあ、じゃあ僕と二人でやりますんで、パックバージョンやりましょうか。はい、もう OK です。渡辺おじさんもびっくり、 おじさんって言ったらそれあの美容おじさん美容のおじさんみたいな感じの方がまだいいですね。美容おじさん、ただのおっさんです、おじさんはやめてください。美容お兄さんもびっくり、はい、な感じですか。はい、ちょっと楽しみにしてます。次回くらいです。次回、まあでもまあそうやな、またね、ちょっと近々ちょっと楽しみにしてください。はい、あとはもう美咲さんのゴッソもあるかもしれないですよね。ゴッソちょっと恥ずかしい、ゴッソと鼻毛のねあるかもしれないですね。はいはい、まあそれはちょっとできるか分かんないですけどね、はい、まあパックからやって、はい、まあ美容情報をまたお届けしますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日のオフショットでした。はい、さよなら。バイバイ。